おはようございますソッカージグの部ですえ今日はなんと18日か8月18日いやー銭金、ね、そして仕事に追われてるうちにもう8月も終わりですよ皆さんこの時間の早さいかがお感じでしょうかもう私は昨日までね夏祭りの準備とそして実行をしてきたわけなんですけども今日はね夏祭りの片付けがあるんですよねえーまあなんか夏,夏祭りにお手伝いいただける方って昨日もちょっと聞いたんですけども定年退職して時間が余った方が夏祭りのね こういういいなお手伝いを結構していただくケースが多いんですけどもやっぱりね30代とか40代みたいなちょっと働き盛りといいますかそういうところの人では不足してるんですよね同時に後継者も不足していてあとね大事なのが、うん、思考の後継者ですよね考え方の後継者っていうのがなかなか出てこないということですこれは夏祭りとかそれから町内会に限らずいろんな分野であると思いますけどもせっかくですね30年40年築き上げた大切な知識や知恵や経験なんですけどもそれを継承する人がいないんですよ なんで継承する人がいないかというと問題は2つあってですね1つは絶対的なあ若手の人数が少ないこともう1つの理由ってのが大事でですねこれはですね古いからなんですよ考え方が古いんですよねやっぱりね継承するべき能力とか経験ならいいんですけどもほとんどがそうではないんですよ昔はこうだったっていう、ね、前提の話よく聞いたことがありませんこれはね昔だからそうだったってことなんですよ今はそうではないってことが含まれてるんですよ、まあ、ですんで昔はこうやってたからね っていう,ふうな、ね、ことであ、じゃあ今もこうしないといけないのかなと思ったらそんなことなんですね今は今のやり方があるんですよ。今は今を生きている人のやり方があります。今は定年退職された方には申し訳ないんですけども、も定年退職された方の考え方やあ実行っていうのが、ね、今通用しなくなって、今現役でやっている方の考え方が、まあ、主なムーブメントを起こすんじゃないかなと思うんですよ。そうなってくると、ですね私は町内会活動で感じるのは長い経験を持った方が、まあ、いわゆるね しゃしゃり出てくることによって若い方とか今の意見が通らなくなってだからそこに人が流れていかないということなんですよね、これは企業経営も同じで,で、すねやっぱり、あのー、もう、子さんがいるところには、なかなか、ね、新しい数って吹きにくいわけなんですよね、でこの旧新旧の対立というのはいつも起きるわけなんですけども、多くの方はここにね、へきして、若い方は若い方だけで固まって、そして熟練の方は熟練の方だけで固まるということになります。 さあそうなってくるとですねこういうふうな結論になってきます一つはですね年齢いった方は若い人に期待したいと思ってるんですよでも若い方っていうのは年を取った方に期待してないんですよ世の中は誰が動かしてるんでしょうかはい今回はこんな感じですね以上でございます